はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、久しぶりにちょっとメイク動画を撮っていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあ早速メイクをやっていきたいと思います。で、今日やるメイクなんですけど、私昨日ね、髪の毛染めてきたんですよ。こんな感じで、まあそんなに変わってないかもしれないんですけど、前までで私ツートーンだったじゃないですか。アンブレラカラーやってたと思うんですけど、ちょっと最近飽きてきたなと思ってて、セミロングぐらいの時にアンブレラカラーの前ずっとハイトーンだったんですよ、全頭。でその時のヘアカラーがすごい気に入ってたから、もう一回これやりたいなって思ってて、この長さで全頭ハイトーンっていうのもあんまりやってなかったなと思って、久しぶりに全頭ブリーチしてやってきました。めっちゃ気に入ってる。いつも美里さんっていう方にやってもらってるんですけど、めっちゃ綺麗な色にしていただいて大満足なんですが、髪の毛も染めたし、まあそれはそんなに関係ないんですけど、最近私 XG にハマってるんです。もうあれは何ですか後でちょっといろいろね話していこうと思うんですけど、ハマったきっかけだったりとか。なのでちょっとそういう XG ちゃんっぽいようなちょいギャルなメイクをしていこうと思います。じゃあまずは日焼け止め塗っていきます。ていうか今日晴れて嬉しい。最近本当はずっと変な天気だったじゃないですか。なんか急に土砂降りになったり曇りになったりみたいな。久しぶりに洗濯物干せました。もう1週間分ぐらい溜まってた気がするじゃあファンデ塗っていきます。このファンデがね、私すごい大好きで、マジでめちゃくちゃ軽くってみずみずしくって、これ本当おすすめ。肌も超綺麗に見えるし。で、そう、最近 XG にハマってるんですけど、私 XG って全員日本人のグループだと思うんですけど、ちょっと韓国っぽいっていうか K-POP 寄りな感じじゃないですか。私あんまり K-POP とか興味なかったんですけど、何で XG を知ったかっていうと、メンバーの人のハービー・エイミちゃんっていう子がいると思うんですけど、その子のことを結構昔からインスタとかで知ってて見ていて、すっごい可愛い子だなと思って、なんだこの天使みたいな子はと思って、インスタやってた時から知ってて、で途中でなんか夢を叶えるためにインスタを一回休止しますみたいな、 SNS 離れて頑張ってきますみたいな感じの投稿を見て、何するんだろうなと思ってて、でその XG のデビュー日あたりからなんか匂わせみたいな投稿を確かしてたと思うんですよ。それで、あ、久しぶりに投稿してると思いながら見てて、そしたらストーリーとかでなんかそのなんて言うんですか、あれは歌ってる動画だったりとかダンスしてる動画だったりとかを YouTube のリンクつけて貼ったりとかしてて、すごいなと思って見てたんですけど、その後に XG みたいな感じで載せてて、そこで知ったんですよ私。だから最初のデビュー曲の TikToks を YouTube で見た時に、え、かっこよすぎるでしょと思って、みんな可愛いし、あんなダンス激しいのにそんなに揃うっていうぐらいマジでヤバいじゃないですか。で音楽もすごい中毒性あるし、頭から離れないし、その時はすごいかっこいいなと思って見てたんですけど、最近出たマスカラっていう曲、あれを聴いてからもう虜ですねマジでかっこよくて、からも YouTube もめっちゃ見てるし、韓国の音楽番組とかにも出てて、それも見たりとかして、てか多分私の何個下、下手したら4個下とかの子もいると思うんですけど、いや、えぐっと思って大人っぽすぎるみたいな。で結構私ダンスとか見るの好きで、自分踊れないんですけど、そういうの見るのは好きなので、そこにも惹かれましたね。最近もう永遠リピしてます。じゃあベースメイクはこんな感じでできました。そしたらアイシャドウやっていくんですけど、今日これを使っていこうと思います。マックさんから新しく出たアイシャドウなんですけど、ギフトでいただきましてありがとうございます。これをちょっと今日はね使っていこうと思うんですよ。結構そのギャルっぽい感じのメイクとかにも合いそうだなと思うので、これを使っていこうと思います。まずはじゃあこの色から。うん、可愛いこの色。回ってる方いるかな XG。 マジでなんかライブとかあったら行きたいレベルで回ってる一回見たらマジでボン虜マジで本当に。じゃあ次この色。みんな可愛くてダンスもキレッキレでかっこよくて魅力的なんですけど、私はねマヤちゃんっていう子がタイプですねじゃあ次これを使っていきます。この色なんかすごい不思議、ゴールドっぽい色なんだけど、ちょっとくすんでて可愛い。うわ綺麗。中央にのせようかなとか言いつつ広げちゃうけどめっちゃ可愛いこれ。そう、まやちゃんがね本当に可愛い。笑った時の顔がすごい可愛くて、なんかこうににみたいな、にっていう顔わかりますなんかにって顔してるんですよ笑った時に。それがすごい可愛くて、で髪の毛もねフェイスフレーミングかなやってるんですけど、超似合ってて推しです。私のちょっともうちょっと目に深みが欲しいかなっていう気がするので、この紫のカラーを目尻にのせていこうと思います。最近もう本当に結構こういう
しっかりと濃いカラーを目尻にのせるのにハマってて、すごくスモーキーな印象になるのと、やっぱり目が引き締まってくれるから私的には漏れるんですよね。最近私もやっと K-POP を聞くようになったというか、今まではどっちかっていうと K-POP っていうよりは洋楽とかが多かったんですけど、今も洋楽聞くは聞くんですけど、 K-POP も最近聞くようになりましたね。それでいうとアイドルにハマってからかもしれない、トンボーイ、あれを最初 MV を見た時にマジで衝撃を受けて、あの世界観が本当に可愛すぎて、そっからもうハマっちゃって、この東京でねライブがあるんですよ、9月ぐらいに。それにもねしっかり応募したマジで行きたい、当たるといいなじゃあちょっと目頭にハイライトを入れます。この色を使っていきます。じゃあ今の色涙袋にも乗せちゃいます。やっぱ X ちーちゃんも涙袋はしっかりとある印象があるので、涙袋メイクもねやっていこうと思うんですが、これを使いましょう。じゃん、キラキラーン、キラキラのグリッターというんですか、こういうのはラメをちょっと涙袋に乗せちゃいます。あんまりこういうメイクやんないから新鮮かも。こんなんで合ってんのかな、やりすぎてもなんかあれですよね、ギランギランになりそうもうほんともう K-POP の影響力というか本当にすごいですよね。街中でもマジで涙袋がキラキラな方とかが多いから、確かに可愛いですね、涙袋キラキラにするの合ってるんかな、大丈夫かしら。じゃあアイラインをねやっていこうと思います。アイライン結構大事なんですよね。人によってね違ったりとかはあると思うんですけど、結構 XG みんな跳ね上げっぽい感じのラインをしてるから、まずこのペンシルで下書きというかをしていこうと思います。でもね跳ね上げってねマジでなんか自分が思うよりも上げていかないとあんまり跳ね上がらないんだよな。ほんとギュルンと上げていこう今日は。こんな感じ、どうだろう、いつもよりは上がったかしら。いつももね跳ね上げのつもりで描いてるんですけど、一応なんか想像以上に跳ね上がらないんだよな完成が。で目頭のところもちょっと埋めていこうと思います。ここすると目力が結構出るので、この XG のようなちょいギャルっぽいメイクに近づける気がします。下も描いていこうかな、ちょっとだけ。よし、こんな感じ。でもなんかこのペンシルだけでもいいかもな、リキッドでなぞろうかと思ってたんですけど、割とペンシルだけでもいい気がしてきた。なんか柔らかくなるからガッツリとアイライン引いていってもそんなに浮かない気がするするとか言って。はい、じゃあマスカラをしていきたいと思うんですけれども、使っていくのがじゃん、こちらでございます。メイベリンのスカイハイっていう、スカイハイスカイハイっていうマスカラなんですけど、これもギフトでメイベリンさんからいただきました、ありがとうございます。これが9月の3日から発売だからもうちょっと先なんですけど、使ってみようと思います。スカイハイっていう名前のように結構こうカールキープ力、上向きまつげみたいなのをすごく推しているマスカラですね。でウォータープルーフ、こんなこんな感じになってます。片方にだけついてる感じかな。ブラシとコームのいいとこ取りをしてるコームらしい。あでもすごいめっちゃ綺麗についてくれるかも。コームタイプになっているからちゃんとセパレートしてくれて、割とダマになりにくい感じのマスカラかな。私なんかマスカラするときなんかこう首が前に出ちゃうんですけどなんで首がめっちゃ前に出てた、今びっくりした、モニターで見て。本当の意識って怖いですよね。私鼻が詰まってるから年がら年中、だから口呼吸なんですよ基本的に。いつもねなんかぼーっとしてると口が開いちゃうっていう、だからめっちゃ喉乾くんだよな。とお水飲んじゃう。まあでもそれはいいことだけど、またまつげが抜ける季節がやってきている。すごいカスカスなんですけど、スカスカかスカスカなんですけどまつげ。でもこのマスカラブラックだからすごい際立たせてくれるっていうのか。よっしゃー、マスカラ塗れました。よし、じゃあマイク描こう。っていうか XG にハマって思ったことがあるんですけど、私も年取ったなって思いましたなんかだって今まではやっぱりアーティストさんとかにハマるってなると割と年上の方たちが多かったんですよ。でもその XG ってやっぱりみんなね年下になってくるから、私ももうそんな年なんだと思って、これから出てくる子たちはそりゃそうだよねと思って、年下が多いよなと思って。で私がその時何やってたんだろうっていう部活とかやってたレベルの年齢な気がするから、そんな若い時からねあんな
バッチバチに決まって超かっこよくてびっくりですよね。ほんと最近の学生ほんとに大人っぽいですよね。超ませてる。なんか前までって結構20代と学生でもしっかり差があったというか、なんかなんて言うんだろう、20代って結構こう大人なイメージがあったんですよね、私が学生の頃って。でも今ってもう私たちの時の20代が割と学生の17、18とか、なんかなんて言うんだろう、難しいな。私たちがその17とか18ぐらいの時に見ていた20代の方たちが今の17、18歳の子ぐらいの感じっていうか、なんかわかります？言いたいこと。とりあえず今の子が大人っぽすぎるなって思ってて。でもやっぱなんかそれも SNS の普及のあれなのかなとも思うんですけど、なんか特にファッションが結構わかりやすい気がするんですけど、私たちが高校生の時とかって頑張ってそのマルキューのブランドとかを買ってたようなイメージがあるんですけど、今の子なんか結構普通にハイブランドとか持ってるイメージもあるし、だからなんかこの年代20前半ぐらいの年代ってハイブランドとかを買うってなった時も年相応のブランドって何なんだろうなってすごい思うんですよね。思いませんか？なんか最近やっぱハイブランドが当たり前みたいな感じになってきている感じがするから、わかんないですよ。私がなんか SNS で見ているだけで実際は全然そんなことないのかもしれないけど、すごい難しいんですよね最近それが。年相応ってどうなんだろうとか思いながら、プレゼントとかもすごい難しくないですか？何をあげたらいいんだろうなってすごい悩むんだよな。でもなんか逆にシーンとかすごいプチプラなものもあったりとかして、それも結構流行ってるっていうかよく見かけるんですけど、結構 CE の購入品もやってくださいみたいな感じでリクエストもいただいたりしてて、私もこんなにうわーって CE みたいな感じで言われる前に、私は多分海外の YouTuber さんとかかなでその CE の購入品を紹介してるのとか見たりしてて、そこで知って、で結構前に紹介したんですけど購入品見てて、でもなんかその時にコメントでやっぱりシーンの裏側を私その時知らなくって YouTube で紹介してたんですけど、なんかいろいろとこう問題になってるじゃないですか今ね。日本以外では特にニュースとかになってるらしくて、それを教えてくれた方がいて、私たちにとってはすごく嬉しいけどそういう裏側もあるよなとか思いながら、賛否両論あると思うんですよ。私はなんかあんまりいいことではないのかなっていう気がしたので、そうだから多分今後もシーンの購入品は私はあんまりやらないかな。まあ、でも本当いろんな意見もあって人それぞれ考え方も違うと思うからあれですけど、なんかなんて言うんだろう、こう 100% 前向きな気持ちで紹介することができないかなっていう感じがあったので、多分シーンの購入品は今後も動画は作らないかな。はい、ということでこんな感じである程度メイクできてきました。あとリップですね。リップどうしよう、ヌーディーなリップにしようかな。今日これにします。スックのコンフォートリップフルイドグロー08番。ハイトーンってやっぱヌード系の色可愛いですよね。ちょっとこう XG ちゃんっぽいハンサムなかっこいい感じの印象が出るかしら。オッケー、できたー。よっしゃ、髪の毛やってきます。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。どうでしょうか。なんかいつもとそんなにメイクをめちゃくちゃ変えたかって言われたらそういうわけではないんですけど、でも使うアイシャドウの色味だったりとかで結構ちょいギャルっぽいような、でもギャルすぎないっていうか、かっこいい女性のギャルメイクみたいな感じのイメージでやってみました。やっぱりこのアイシャドウがすごい可愛いカラーで、この色がすごいいい仕事をしてくれてて、上品かつスモーキーでちょっとギャルっぽいっていうか、なんかそんなような感じの印象の目元にできるかなと思うので、このアイシャドウぴったりでした。よかった、これ使って。やっぱこの涙袋ですね、ここがすごいやっぱり効いてる気がする。自分的にはこのキラキラがすごくいいアクセントになってくれたのではないでしょうか。このメイク意外といいかも、新しい発見かもしれない。はい、ということで今回はこんな感じで私が最近ハマっている XG ちゃんのようなちょいギャルっぽいメイクをしてみました。ぜひ参考にしてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。